皆さんこんにちは、大詰と申します。半年ぐらい前に仕事を辞めてほぼ実家に引きこもり状態の僕だったんですけど、このままではやべえと思ってとりあえず石垣島に旅行に行ってみることにしました。石垣島空港に到着したら、まずは格安のレンタカーを借りていく。見た目はボロいけどコスパ最強。それでは早速移動したいと思います。石垣島最北端の平久保崎灯台に到着。引きこもってたのもありますし、一人旅っていうのに結構ハードル高かったんですけど、もうこの風景見た瞬間全然そんなことどうでもよくなりましたね。それではすぐに移動していく。次の行き先は吹戸川のマングローブ林っていうところに行ってきました。初めてマングローブ見たんで最初はちょっと衝撃だったんですけど、すぐに慣れちゃいましたね。まあ、でもこうやって移動して自然の風に当たってるっていうのでめちゃくちゃ幸せな感じになります。で、次に行ったのがカビラ湾ですね。で、これ旅行前にかなり有名なスポットって知ってたんですけど、ここはマジで綺麗。ちょっとびっくりした。本当にこれだけで部屋から出てよかったって思いましたね。グラスボードに乗ることで湾の中の生き物をじっくり見ることができます。これもなかなか楽しかったですね。いや、これマジで映えてるわって思うぐらい本当に天気も良くて神レベルに最高でした。帰り際に石垣牛を使った石垣島バーガーを購入。これもめちゃくちゃうまかったです。カビラ湾に2時間ぐらい滞在した後、今日の宿泊先であるペンションニューハマの荘へ移動します。こんにちは。ここは完全に料金が安いってことで決めたんですけど、部屋も広いですし、バスルームとかトイレもすごい綺麗だったのでマジで良かったです。この後は夜ご飯のために外出して八重山そばをゲットしていく。初めて八重山そば食べたんですけど、なんか地元に愛される味みたいな感じで、ここに住んだら結構な頻度で食べてハマる食い物なんかなと思いましたね。 お風呂に入ってリフレッシュして明日に備えたいと思います。おはっす。今日は朝食を軽めにとってダイビングに行きたいと思います。まずはボートに乗ってポイントに移動します。シュノーケルを体験します。前職からそうだったんですけど、全然体動かしてなかったんで、もうめちゃくちゃいい運動になりましたね。休憩挟んでダイビングやっていきます。これも体力的にちょっときついところはあったんですけど、むちゃくちゃ充実できましたね。なんかいい疲れが残る感じっすね。こんな感じで海の魚も見れてリフレッシュめっちゃできるんですよ。もう家にはない価値。一旦浮上して休憩して、次はマンタ探しスタートですね。この日のコンディションがめっちゃ最高で、結構5匹ぐらい見れたんですよ。これ見れない時もあるらしいんで、なんかこういう月はね、もうラッキーやな自分って思いましたね。こんな感じで6時間ぐらいダイビング楽しんできたんですけど、やっぱりね、外に出て遊んだ方がね、健康的にいいですよ。楽しいですし。で、帰ってたら GoPro 壊れてるってやつですね。10メーターぐらいしか潜らないんで大丈夫かなと思ってたんですけど、もうダメでしたね。気持ちを切り替えて沖縄料理楽しみに行きたいと思います。ビールとおつまみ、もう最高。で、これがゴーヤチャンプルで、八重山そばの茶碗蒸しでしたね。一人旅結構寂しいイメージあったんですけど、自分の好きなものを好きなタイミングで頼めたりするんで結構良かったですね。はい、沖縄滞在3日目になりました。今日はフェリーを使って八重山諸島のいろんな島を巡っていきたいなと思います。では早速フェリーに乗って西表島に行きたいと思います。フェリー乗るときに西表島での移動手段ありますかって聞かれて、なかったんですけど、あるって言っちゃったんですよね。実際行ってみると、クソ田舎で曜日とか時間ではレンタルバイク借りなかったりするんで、めっちゃ注意必要でしたね。なんとか無事原付借りることできたんで、山猫発見の地っていうところに行きたいと思います。いや、久しぶりに原付乗ったんですけど気持ちいい。はい、山猫発見の地に到着したんですけど、特に何もないんでビーチの方に歩いて行ってます。このビーチは全然人がいなくてすごい綺麗だったんで、めちゃくちゃ癒されましたね。で、調子乗ってアホなことやってますね。実家いる時だったらなんか周囲の目が気にしてこんなんできないですけど、やっぱり旅行先だったらハメ外せるっていうのもいいとこですね。で、次向かってるのが水牛乗り場なんですけど、水牛に乗って海を渡って由布島っていうところに行けるんですよね。こんな感じのでっかい水牛車が来て、あの水牛に乗って引っ張ってもらっていくんですけど、結構エキサイティングな体験でしたね。で、到着した由布島にはちょっと見どころがたくさんあって、まずこんな感じで水牛とツーショットが撮れるっていう写真ですね。その他にもマングローブ遊歩道って言ってマングローブがたくさんあったりとか、まあ、ハイビスカスがたくさん咲いてるたりとか、あとまあビーチもね漏れなくあるっていう感じでしたね。完全な癒しスポットで、人生に疲れた俺にとっては最高でしたね。西表島はこれぐらいにして、次は竹富島に向かっていきます。島の西側にもちょっと行ってみたかったんですけど、時間がないんで、まあ、また今度行けたら行きたいなと思います。竹富島はすごい小さな町なんで、レンタルサイクル借りれば島中移動簡単にできるっていう感じですね。で、風景自身も昔の沖縄って感じで、めちゃくちゃ風情があって良かったですね。ちなみに竹富島でも水牛乗る体験ができて、まあ、こういうのを一人で乗ってると寂しいかなと思ったんですけど、前のおっちゃんが観光案内であったり民謡歌ったりしてくれるんでおもろかったですね。
個人的に一番おすすめできるのがビーチで、その波の静かさであったり、なんかその淡い緑色みたいなのがむちゃくちゃリラックスできて、僕みたいに社会に疲れた人間にとっては最高のスポットでしたね。竹富島は街灯がないんで夜景がめちゃくちゃ綺麗らしいんで、一泊するのがおすすめって言われましたね。まあ、今回は石垣島に戻っていきたいと思います。で、帰った後は焼肉パーリーですね。で、行ってから知ったんですけど、美味しい焼肉屋さんって観光客の予約でいっぱいで、なかなか入れないらしいんですよ。でも僕一人で行ったんで、ちょ、一人ぐらいねじ込みませんかって言って頼んだら、なんとか行けましたね。周りは家族とか友達連れで来てる人がほとんどだったんで、一人で食べるっていうのちょっと肩身狭い感じはあったんですけど、やっぱり石垣島の力ですよね。そんなん関係なく動画ガンガン回しながら、めちゃくちゃ美味しく食べれましたね。実家に引きこもってる時とかだと、そもそも外に出ることすら億劫だし、出ても全然楽しくないしみたいな感じだったのが、まあこうやってハメ外して外食して一人で楽しめるみたいな空間を久しぶりに味わえたんで、味はもちろんですけど気持ち的にもすごい良かったですね。で、この時ガチでオリオンビール一杯グイッといっちゃいました。もう気持ち良さそう。はい、今日が最終日ですね。午前中だけ時間の余裕があるので、もうちょっと観光していきたいと思います。まずはエメラルドの海が見える展望台に移動しました。こんな感じで石垣島の街から海を一望できるっていうスポットですね。まあ、綺麗っちゃ綺麗なんですけど、まあ、これだったら直接海見に行った方が綺麗かなって思います。ここは早々に撤退して、もうちょっと北の方にある南の品展望台っていうところにも行ってきました。ここにはね、なんか岩の結構面白いモニュメントがあって、これを取りに行くって感じっすね。で、最終日に絶対行きたかったのがカビラ湾なんですよ。初日にも行ったんですけど、その時は干潮時だったんですよね。で、今回は満潮時に行ったんですよね。水面の色の具合が違ってて、本当にこれも綺麗でしたね。で、初日も乗ったんですけど、グラスボードまた乗りました。深さが違うんで見える生物が違うんですよ。やっぱり綺麗って言われるだけあって、ここでゆっくり羽を伸ばすっていうのでめっちゃリラックスできましたね。空港の方に戻りながら、観光地寄れるとこ寄ろうっていう感じで移動していきました。まずは荒川の滝ですね。まあ、これがそれなんですけど、まあ滝っちゃ滝なんやけど、まあ滝っすぐらいでした。で、ここからちょっと北にある米原ビーチの方に移動しました。ここもね、波がすごい静かで、遠浅ですっごい綺麗なんで、めちゃくちゃ落ち着きますね。やっぱり生きることにちょっと疲れた時って、こういうのをぼーっと見ることでめっちゃ回復するなっていうのをこの旅で実感しましたね。で、これを見終わって石垣空港に戻ってきました。あとは帰るだけですね。以上で初めての一人旅、石垣旅行編終了ですね。仕事を辞めてから完全に家に引きこもって、なんかずっと悶々と悩んでたんですけど、無理やりにでもね、石垣島来てよかったっすね。今回一番思ったのが、ゆったりした時間と空間っていうのが人間にとってめちゃくちゃリラックスできて、めちゃくちゃ元気になれる要素なんやっていうのをすごい実感したんで、なんか人生に悩んでたり疲れたりしてる人は絶対来てほしい島かなと思いましたね。マジで自分の部屋で自分の頭の中だけで考えるような人生過ごさない方がいいなってめちゃくちゃ思いました。で、最後になんですけど、普段は日常 Vlog を発信しています。よろしければそちらもご覧いただけると嬉しいです。それでは今回の動画は終わりたいと思います。ご視聴アドーンス。